めっちゃ可愛くないこの色。前髪すごく長い。い皆さんこんばんは、エーケービーフーティーとチーム広島県代表ののんのんこと奥本編です。よろしくお願いします。えー、本日から11月が始まってまいりましたということで。今年もあと。2ヶ月。くらいですね。 私も悔いがないように過ごしましょう皆さんめっちゃ色でしょそうなんでアップルブラウンっていうカラーでめちゃめちゃ売り切れててすごく人気の色でどこもなかったんですけど今日はめっちゃ偶然見つけて買っちゃいました <laughs> 買っちゃいました アップルブラウンロムアンドのリップは私今これで2本目かな2本目のカラーなんですけどそうなんですよ「ノズもこの前夢に出てきてくれてありがとうございましたまだ出演料頂い,いてないんですけど <laughs> まだ頂けてないんですけどまた肌白くなった本当 前髪長いからかな <laughs> 関係ないかな。新色うんとね新色ではないだいぶ前からあったからなんですけどめちゃめちゃ人気で全然手に入らない買ったんですけど私の11月の目標が綺麗な言葉遣いでお話しするということで気をつけてまいりたいと思います。 いや、本当ですかめっちゃすごく素敵な色だなぁと思いながら買っちゃいました <laughs> 購入いたしましたこんばんはこんばんはきちんとした綺麗な言葉遣いをしていきたいと思いますやはりですねまあ人の前に立つ身として 当たり前のことなんですけれども当たり前のことなんですけれどもなかなかできていなかったなと思いまして私も少し反省しております方言でも大丈夫だよ私ですねも止まってしまった <laughs> 止まってしまいました申し訳ない私ですねももとと もともとあまり方方言が出るででは実は実ないんんすねうん、だから普段お話友達とお話ししていても家族とお話ししていてもなんか時々謎の謎のイントネーションが出るくらいでそうなんですよ意識してるのうーんしてな一時期すごく意識しててでも最近はもう 意識しなくても方言は出ないんですよねこんばんはこんばんは前髪が長い長いでも私は伸ばす伸ばしますよあ,あとですね今周波あ待って今かぼちゃが浮いてきた絶対今食べれたよねこう言ってたら <laughs> 食べれました週始め間違えたわ月始めの月始めの何でもコーナーをインスタのストーリーでやっておりますのでよかったら何でもポンポン送ってみてください返すか返さないかは知りません <laughs> 前髪分けるのそう分けたいなと思っていてここでね 分けたいんですよねでも分けたらこうなるのよなんかこっちに目めっちゃかかっちゃってこうなっちゃうんですよだから今もうストーンってしちゃってますいや返すことにはね返すんですけどもちろんどの質問を返すかなんか面白そうなものとかを返します <laughs> グッドエブどうもこんにちは。作るるのどっちがが好好ききですかある方が好きポニーテールとかする時は触覚あってもいいかなと思うんですけど耳かけする時とかって皆さんは触覚ありとなしどっちが好きなんだろうで前髪を分ける時は触覚がこうやってあった方がまあ分ける 分けるには分けやすいのかなと思いながらも悩んでます難しい質問していいですかいいですよ <laughs> もう人生相談を私が語りたいと思います皆さんより全然生きてないですけど <laughs> 怒,ってる怒っているしようかな今度じゃあ髪の毛切る前はね 髪の毛切る前に、存分にヘアアレンジを楽しみたいと思います。10 12月かな ?12 月の頭くらいに、バッサリと行きますので、お願いしますね。だからショートハの方は、そちらで楽しんでいただけたらと思います。 映画行行っっててききたたそうなんです今日行ってきたんでですす今日よ実は,実は実は実は今日は某鬼を切る某 <laughs> 鬼を切る映画を見に行ったわけですけれども,もうすごかったですね本当になんかそんな号泣はしなかったんですけれどもうるうるしましたうるうる。 まだ見てない方がいらっしゃると思うのでネタバレはちょっとしないんですけれどもうるうるしましたねあのー、今日花粉やばくないですか今日花粉超やばくてすごいね朝からくしゃみが止まらなかったんですけど薬が切れてきちゃった混んでためすごく混んでました なんかあのー、1時間単位でちゃんと上映できるようになってたんですけど、あのー、それでも人が満帆に入るくらいの人の多さででもねうるうるしました <laughs> うるうるしました見た方いらっしゃいますか 見た方いいらっしゃいますかねやばくなかったですか煉獄さんがすごくかっこいいもうねだから多分現実世界に煉獄さんのような方がいらっしゃったらもう多分全世界中の2分の1は2分の1の女性は煉獄さんに惚れると思いますもうそれくらい。 すーごくかっこよかったです。あとねずこちゃんがすんごいかわいかったです。<laughs> ねずこちゃんがめちゃめちゃかわいくて。金曜の朝一は空いてた。ああでも平日の朝とか昼だったらあの空いてるかもしれませんね。強いそう強いんです、ね。めすんごく強く強てあの あののねすごいのよもうあのまだ見てない方がいらっしゃるからもう内容は言えないんですけどすごいんですよ富岡さん富岡義勇さんとえっと碓井天元さん推しなんですけどあっ碓井一郎君もいいですよね13歳だっけ14歳だっけでさん 親方様の話を遮ったらダメだよ。可愛い,い、可 <laughs> 愛いらしい。いいですね。だから昨日ハロウィンだったんですけれども、すごくたくさんの鬼滅の間違えたわ某鬼を斬るアニメーションのあの。 コスプレをなさってる方がたくさんいて主人公がたくさんいました <laughs> たくさんいてすごくリアル皆さんすごいリアルですごいなと思いながら私は天使になってました <laughs> 私は天使になってましたね全く鬼を着るアニメーションとは関係ない 善逸もねかっこよ、ね、か,かったのよ本当に本日見に行った映画はですねあの予告でも流れてる通り「ねずこちゃんは俺が守る」すっごいかっこよかったです早く見てほしいもうあのそのあの映画が上映されてる期間が終わったら またショールームでもねお話ししていたいきたいなと思うんですけどまだねまだまだまだ見る方たくさんいらっしゃると思うのででも今日友達と2人で見に行ったんですけどあの映画って始まる前に予告編が流れるじゃないですか CM だったりとか予告編だったりとかマナーのあれとかが流れたりすると思うんですけど私 アニメでも漫画でも「あの約束のネバーランド」っていうアニメが多分皆さんご,多分ご存知の方もいると思うんですけれどもあってあの名前とかは聞いていたりとかあとあのコスプレをやっている方は見たことがあったんですけれども実際にそのアニメだったりとか漫画だったりとか「その約束のネバーランド」を見たことがなくて。 見たたことがなかったんですけど本日映画見て見てる前に広告を見たんですけどなんか「約束のネバーランド」の実写版実写版がやるらしくてそれの予告が流れたんですけどめすごくあの興味を惹かれる <laughs> 興味が惹かれる感じのアニメとかであこれは帰ってみようと思いました。 見たことありますか皆さん約束の「ネバーランド」って私イメージ的になんかファンタジー系かなって思ってたりしたんですけどあんなあんなちょっと悲しいシーンもあるような話なんだなと思ってここにあれ数字 GPS だったんだとか思ってそうなんですよ <laughs> ファンタジー系かなって勝手に 主観でで思っっちゃってたんですけどだからアニメもね明日からアニメを見始めようと思います見てその映画も見に行きたいなと思いますあと面白そうだなと思ったのがなんか タイムスリップしちゃってそのタイムスリップした人たちがこの現世の現世のトップアスリートたち高校生のトップアスリートたちあの野球のアスリートさんだったりとかサッカーのアスリートさんだったりとかアーチェリーのアスリートさんだ,アスリートさんだったりとかがの強豪校の方たちがその戦国時代にタイムスリップしちゃって。 でえっとノブくんとかひでくんとかやすくんとかと対決するんですよ。対決誰だっていうことになってその3人があの軍を挙げてそのトップアスリートの強豪校の方たちを。 潰しに行こうとするんですよねで,でも強豪校の,あのアーチェリーとか野球のボールとかサッカーのボールとかで対抗するんですよそう戦国武将とトップアスリートの方が対決みたいな感じの映画の予告があってキャストさんもすごい豪華であこれ見たいなみたいな思いましたね。すごく面白そうでした お小林さん可愛い,いとハートありがとうございますありがとうありがとうございます <laughs> 久しぶりに来ましたありがとうございますそうすごく面白そうだなと思ってやっぱ映画って一回行っちゃうとあの予告編も見ちゃうじゃないですかそれでまた気になる映画が見てどんどん行っちゃうから楽しみですよ。 クリン大好きさん小判かな小判ありがとうございますだるまさんもありがとうございますでもやっぱりもうやっぱ某あの鬼を切るアニメはぜひご覧になった方がいいと思うくらいうるうるしました他に興味のある映画は何かありますかえっ、ー、とね私アニメ 1>, 1話だけしか見たことないんですけど一期の1話しか見たことないんですけど「銀玉」「銀玉」っていう映画アニメかアニメのファイナルが公開されるそうですついに銀玉も終わりだみたいな感じの予告で終わっちゃうんだと思いながらまあ1話だけしか見たことないんですけどでもなんかすごく多分感動できるんだろうなっていう感じの予告編だったので。 見るか見ないかは別として面白そうだなと思いました <laughs> あとねなんだっけシュガーラッシュみたいな感じの系統のアニメなんですけどハハハハちゃんが声優をやっているハハ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 ハ その舞台が上を見てはいけない世界で芦田愛菜ちゃんが CV を演じる主人公がある日上を見ちゃうんですよ。でそこにはすごく綺麗な世界が広がっていて、まあ、青空ですからね広がっていてで大人たちに「すごく綺麗だよ」って言うんですけどあの大人たちは誰も信じないんですよそれを。 誰も見たことがないからで芦田愛菜さんの CV のその主人公がすごく感動的なねセリフを読うんですよ。でそれでなんかどんどんその法廷を決めた法廷を決めたその王様とかに逆らっていってみたいな感じのアニメもアニメじゃないわ映画も公開されるらしくてそれも楽しみだな絶対見たいなと思いながら。 思ってます、ね、くらいかな映画最近 YouTube だったらあの YouTube っていうかネットフリックスとかそういうのだったらコナンめいたってコナンを見始めて見始めてっていうか見てて。コナンって とかでで公開されないんですよその DVD とかはあるのかなあんまり公開されなくてでも映画がやる期間だったりとかでまあ年に1回ずつ出してますからもう30本ぐらいあるのかな公開されちょっとずつ公開されてるんですけどもうねもうその新しい新作の映画が出るたびにその最高収入 を上回っていくってていいくう伝説の <laughs> 伝説説のの映画ですから、ね、あ、呪術廻戦も気になってはいるんですけど弟がすごく見せてくるとするので面白いからマジ見てここのシーンだけ見てここ超かっこいいからってすごい進めてくるんですけどなんか進められたら逆に <laughs> 逆に見たくなくなるなみたいな状態なので今見てませんね。 <laughs> 今見てませんねーって逆にねだから「ゆずつ回線」は見る予定はないなぁと思いながら今学校で流行り始めてるのでどうしようって思ってますおテロさんハートたくさんありがとうございますハートたくさんありがとうさてね今さ やばい、ほら、思ったんだ。今日誰も教えてくれなかった <laughs>。あと3分ということで、そろそろランキング発表したいと思います。思ったの、なんか嫌な予感がしたの。危ない、危ない。えー、13位、遠藤さん、ありがとうございます。12位、ドラさんしか、シかカタさん、ありがとうございます。11位、キラキラボンさん、ありがとうございます。10位、熊代さん、ありがとうございます。9位、モマトネット、アマゾンさん、ありがとうございます。8位、カイスさん、ありがとうございます。7位、ハウスさん、ありがとうございます。6位、ヒロイさん、ありがとうございます。

ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました。16歳、のんのんこと、くもとひです。よろしくお願いします。イエイ。はい、本日も皆さん、見てくださってありがとうございました。えー、先ほども言ったんですけれども、月初めの何でもコーナーを今、質問あの、インスタのストーリーで募集しておりますので、ぜひ皆様、ポチポチ送っちゃってください。<laughs> あ、17歳だ、間違えちゃった。17歳です。 ということで本日も見てくださってありがとうございましたまた明日もしたいと思いますのでぜひ見てください明日頑張ったらねまた、えっと、水曜日は祝日ということで頑張りましょうそれではありがとうございましたバイバーイ3210アデューバイバーイ